12時過ぎましたね。過ぎましたね。予定を大幅に遅れ。大幅に遅れております。今回ですね、本当は浜松から御前崎のあたりまでかなり西に遠征しようかなって計画してたんですけども、様々なトラブルが重なりまして、急遽変更。そしていつもの伊豆大好き。なんだかんだドライブしていて、そして道を間違え、気がついたら青少バイパス走ってたんですよね。このルート走っちゃったら伊豆に切り替えちゃうみたいな出た一言がきっかけで満場一致で伊豆に、ルート変更いたしました。ですがこの自由度こそがまさにバンライフの一番の醍醐味であり、そして最大の魅力なんです。気分やその時々のテンションやそういうので行き先を自由に変更できる、これがね車が寝床になる最大の強みでございます。というわけで今回は半年ぶりの伊豆下田エリアにトリップしたいと思います。 Here we go go。時刻は1時半過ぎたところですね。はい。到着いたしました。今日はね、恵比寿で乾杯します。ときめきママがくれた恵比寿で乾杯します。お疲れちゃん。お疲れちゃん。激うま。うま。激うま。スタートが今日は何時でしたっけ ?8 時。じゃあ4時間半。うん。うん、まあ途中トイレ休憩あると4時間ぐらいか、ね、全校で4時間ぐらい、うん、まあまあいいペースで、まあ、大体いつもね、まあ、結局当初予定していた浜松からまあぐっと東に寄りましたけども、私たちは特別ここが好きすぎてまた来てしまいました。今年年内最後の車中泊になりますんで思いっきり楽しんでいきたいと思います。さあ今日の二段ベッドは娘です。そして下に息子が寝てます。しかしこの可動式の二段ベッドにしてから本当に車中泊の寝床がねめちゃんこ広がってもう最高に快適です。でもやっぱさ、ここのベッドの高さが低くなって、うん、こう縦にあったのが横になることで、うん、なんだ視覚的に広いっていうのがさ、そうね、空間的にね、そうすごい大きいよね。そうだね、なんか全然違う、居心地圧迫感がないっていうか、ね、圧迫感がない、うん、安眠度が高いっていうかね。今回は3日間ですね。はい。はい。年内最後の車中泊、もしかしたらサーフィンも最後かもしれません。楽しみましょう。楽しみましょう。よない？おはようございます。今日は撮影をしましょう。母ちゃん、ちょっとノーメイクだからね。葵さん。海入るよ。海入ろうよ。後で。ね。サーフィンもやろうぜ。ヒビヒビ行こう。ゴー。天然パーマデザインのニューモデル、パーカーを今撮影してまーす。普通に遊びすぎよ。いやー、ロケーション最高だね。父ちゃんは撮影しております。キャメラマン。この伊豆で何度子供たちの写真を撮ったでしょうか。何百枚。何千枚。このパーカーは結構ね、保温性が高いので、今日みたいな日、葵は暑がっております。小鳥、やっぱグレー似合うね。で、青が黒。父ちゃんは紺。母ちゃんは茶色。ブラウン。ブラウンだ。今日の海は水がとっても綺麗です。そして、サーフポイント。おい、青い、海入るか？そうそう、海入ろうか、じゃあ。天然パーマ、さて、海入りますよ、妻。行きましょう。はい、ヒビヒビゴー。えい、気
気持ちいい？うん。よし、サーフィンやろうぜ。水あったかいし、きれい。やっほー。きれい。でかい波来た。波待ちスタイル。バランス。もっと前だよ、もっと前。バランスいいところ座る。もう一人も入った。落ちた。はい、下がる。せーの。頑張れ。よし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 。お前、ジュースまでこの距離乗ってったんだよ、サンボード。すごいよ。よし、お前、テニスに来てるよ。テニスに来てる。やり？パパドル？ゴー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 。残念。けど、タイミングは良かった。パドルもパワーできた。オッケー。かっこいいじゃん。サーファーっぽくなってきたぞ。お腹三段腹だけどいい波来た、いい波来た。オッケー、パドル。前見て、イヤッホー。いい波来るかな。今度は自分のパドルだけで乗ってみようか。頑張って。オッケー。よし、パドル、パドル。来てる来てる来てる。限界限界限界。パドルもっと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 。ゴー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 。やった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 。おう。わあ、すごいぞ、葵。自分のパドルだけで成功したよ。めっちゃかっこよかった。はい、決めたい、決めたい。これやるか？オッケー。次は小鳥の番、交代。よっしゃ。うおー、いいの来た、いきなり。はい。もっと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 。行くぞー。はい、小鳥。いやはい、誰が最初に行くかと、味が知らないかという。こっちの方が水は2、3度暖かいね。ほら、来るよ、この。あなたも海が好きですね。さて、海上がりましたね、小鳥さん。次はどこ行きますか？はい、葵さん。お風呂。ピンポンピンポーン。そうですね。いつものあの温泉行きましょう。大好きなところです。今日行くのは、おばちゃんが優しいところ。今日も車いっぱい。今回も来ました。大好きな。銭湯港湯弓ヶ浜公衆浴場ですね。我が家はここが大好きです。行ってみましょう。ヒミヒミゴー。こんにちは。天然パーマ。何食べてんの、青い？刺身。じゃがじゃん。お刺身、美味しそうですね。さあ、今回の照明はなんとビームライトというのをチョイスしました。このビームライトをこう、このようにね、ボタ電から電源を取りまして、バックドアの上に止めて吊るしています。このビームライト、なんとわずか 13W の消費電力で 150W 同等の明るさを出します。 LED です。明るい、うん、超低燃費。ああ、ごめんごめん。青ちゃん、こうやって。青よ、切んの？うん、青やりたい。頑張って。このくらい斜めに切って。本当にいい。危なっかしいです。待て待て、切れてない。切れてない。うん、なんか、包丁の持ち方から。そこでも手伝いを食ってばっかりねえで。大丈夫、青。同じパーティー。ああ、青い、お前、それ細かすぎる、このネギの切り方。目離したらこうなる。まずくなったら青いのせいだからな。シュキーン、シュキーン。私、なんで三つ星シェフ。あ、
うまいでしょ。かっちゃん、今日何鍋ですか？まず、松屋の鶏野菜味噌って、はい、石川県ですごく有名な ね鍋の素があるんですよ。それがこれ、松屋鶏野菜味噌。なるほど。これはね、今日は石川県の味ですね。石川県の味です。素晴らしい。ちょっとホタテも入れる。これはたらね、海鮮も少し入れて、海鮮エキスを、旨味エキスを抽出します。なるほど。さすが母ちゃん。さすが母ちゃん。まずはグツグツ煮込んでる姿にしか見えないけどね。何が入ってるか分からない。絶対ネズミの骨とかが入ってる。てってれー、完成しました。妻、はい、何鍋？鶏野菜味噌です。言ったね、さっきね。うん、言った。二度目。まず一発目いただきたいと思います。いただきます。うん、味が染みてて美味しい。ゴミと書いてお宝。スミホと書いて牛。葵と書いてゴミラ。てん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 。トマトスープパスタ鍋。鍋でございます。いただきます。はい、ごちそうさまでした。めっちゃお腹いっぱい。波はないです。まあでも入りましょうかね、せっかくなんで。あ、赤ちゃんの椅子みたいだよ、それ。あっという間にお昼、サーフィン終わりました。それでは行ってみるぞ、みんな。 Here we go。 シーハー、シーシーバリア、シーシーバリア。さて、我らがオンバック、どうやら新しいオーナーになって、本当だ、なんと再開してる。ピザになってる。こんにちは。あ、ピザ屋さんですね。ここで食べる。いいよ、ピザ。ピザにしようか。じゃあピザ屋さんになりました。やっぱり食べていきます。いいですか。お店めっちゃ綺麗になった。もう一度この眺めで海が見れるとは思わなかった。マリゲリータ、あ、シラスのピッツァ、あ、ビスマルクもある。いただきます。マルゲリータ、コトリータ、めっちゃ美味しそう。やったー。フォークでガイドしながら、うん、うめっ。いただきます。シラスのピザ、ピザ食べます。ジュン、ビスマルク食べるぞ。ダーマ、もうここは絶対外せない。僕たち家族の一番大好きなビーチです。バイバイ、リタハマ。また来年。Dude, that father is 10 men permed.